大阪電気軌道デボ1系電車。大阪電気軌道デボ1系電車。大阪電気軌道デボ1型電車は、大手市鉄、近畿日本鉄道、近鉄の前身である、大阪電気軌道、大金が、1914年の開業時に製作した、旅客用電車である。後近鉄に引き継がれ、近鉄も200型となった。本校では、同系の造備車で、 同じく後年近鉄も200型に編入されたデボ19軽電車についても記述する。本形式は、大阪電気軌道が1914年に、上本町、現、大阪上本町駅から大紀奈良、現、近鉄奈良駅間、現、近鉄奈良線を開業した際に、汽車製造会社、デボ1から15と梅鉢鉄工場、デボ16から18で、 合計18両が製造された14メートル級3扉車である。また、デボ19系、デボ19から28は、同一形状の造備車で、1920年から10両が、川崎造船所標語工場、現、川崎重工業で製造された。二重屋根構造、一段加工窓で、随所に局面を取り入れた、優雅なデザインの木造車体を備える。 窓配置は D4D5DD D D 客用扉、戸袋窓で座席は全てロングシートであった。前面は同時期のアメリカ製電車に習った半円と形状とし5枚の窓を円周上に配置する形態であるがこれはすでに南海鉄道等で1910年頃から洗礼があり関西支鉄における当時のトレンドであった。車体幅は 生駒マトンネルの車両限界の制約から2.4メートル級と狭く木造車の通例に漏れず大枠の台車間に補強のトラスロッドを取り付けてあった。また通風装置として水雷、トルペード形通風機が屋根の両側面の明かり取り窓部に等間隔にそれぞれ3機ずつ取り付けてあった。奈良市内に平用軌道区間があったため心臓当初は 全面下部に救助網を備えていたが、プラットフォーム上降専用車であり、ドアステップは最初から備えていない。また、客用扉は手動操作であった。製造当初は路面電車風にヘッドライトを全面装作に装備していた。これは後運転台屋上に位置を変更している。また、当初の終電装置はトロリーポールであったが、 これも1930年にパンタグラフ化された。連結器は当初はネジ式であり、対象末期に自動連結器に換装されている。製造当初は漆色に塗られた拡張高い外観であったが、後には標準色の能力色になっている。内装は職人の技術によって柱や手すりに彫刻が施され、陶器や座席生地も高級感のある仕上がりとなった。 本形式最大の技術的特徴は、設計当時としては破格の大出力モーターを装備したことにある。すなわち、当時の関西私鉄各社が心臓していた、車体長14メートルから15メートル級の木造電車では、定格出力37キロワット、約50馬力級の主電動機を4機搭載するのが一般的であった。これに対し、大機では、 生駒越えの急勾配対策として、定格出力120キロワットを超える、アメリカゼネラルエレクトリック社製 GE-207E を各社に2機装備した。この GE-207E は、単体としては、当時の日本における最強の電車用種電動機であり、同時代に、鉄道員、鉄道省の16メートル級電車に搭載された輸入、 国産各種主電動機の実行出力数値をも、両賀したもので、1927年に、新京阪鉄道 P-6A 型が、東洋電気製造 TDK-527A を4機搭載して、デビューを飾るまで10年以上にわたりその記録を保持し続けた。この結果、2個モーター車でありながら、他社の4個モーター車を上回る300馬力級の大出力車となり、 途中に、生駒山地の連続急行バイク間が存在するにも、かかわらず、上本町奈良間を1時間未満で、走破可能とした。なお、駆動装置は、当時の定石動律りがけ式で、主電動機は、第2.3軸に増加されていた。制御機は、当初より、連結運転を考慮し、間接非自動式の g 車線、MK 電磁スイッチ式制御機を搭載した。 これにより総括制御、先頭車からの複数車両遠隔制御、可能な仕様としている。ブレーキは連結運転可能なものとしては、最も単純な構造の非常直通ブレーキを装備した。台車は、アメリカのボールドウィン車製 BW-78 から 25A で、当時日本に輸入が始まったばかりの平ら港、組立継ぎ合い良識台車である。当時、 日本の私鉄電車ではやはりアメリカのブリル車製、ブリル 27G27E などの単造台車枠を備える軸バネ式台車が主流を占めており、先行する阪神急行や阪神などで MCB 規格準拠の高速台車であるブリル 27MCB 系の導入が始まったばかりであった。ボールドウィン製台車の導入は、関西私鉄では大器が先陣を切ったが、これは片押し。 式ブレーキ周に最適化されたブリル 27MCB 系に対し、ボールドウィン A 型台車は、勾配線での制動力確保に有利量、脱機式のブレーキワーク構成に適した構造を備えていたことがその理由であったと見られている。このボールドウィン A 型台車は、合理的な設計で優れた性能を備え、 しかも製造や修繕が容易であったことから、以後この系統の台車は1940年代まで、約30年以上にわたり、日本の私鉄電車向け台車の主流となった。大阪電気軌道の電車に共通する特徴の一つとして、大気式特殊外輪と称する独特の構造の車輪が挙げられる。これは、生駒越えへの連続下り急行バイク間における、 空気ブレーキ状用で車輪のタイヤ部がブレーキシュートの摩擦熱により発熱し、熱膨張でタイヤが主管して脱輪、脱線事故が発生するのを防止する他に採用されたものである。具体的にはタイヤとリムの接合部の円周上に等間隔に12カ所の穴を開け、車輪の表からリング状の押さえ板を取り付けた上で、 それぞれボルトを表裏に通してナットで締結する構造であり、これにより連続下り勾配区間における空気ブレーキ使用時のタイヤ視管を防止した。この特徴的な車輪は大阪電気軌道時代を通じて各車両に標準採用され、さらには同社の子会社である三宮急行電鉄が青山峠越えを含む連続急勾配区間を 要する路線を建設する際にも2200系の車輪に採用されている。大気なら線での大出力2個モーター車はデボ1.19型のみに終わり、その後の増備車であるデボ61系以降は、定格出力7 8 3キロワット、約105馬力級の GE-240 系。 電動機を4機搭載とするのが1920年代後半構成車時代まで標準となった。奈良線車両で定格出力 100kW 超の大出力電動機が再び採用されるには1935年設計の600系を待つ必要があった。デボ1.19型は1940年代まで大気近鉄奈良線で形式称号をデボからもへ変更しつつ、 第一線での運用が行われ、年式の新しい構成者に互いして、急行運用にも充当された。この間、1931年に、富尾駅での事故で、デボ18が、廃車となっている。また、1947年には、デボ10が、石木駅での事故で破損し、車席上空百5 0初代の種車とされている。さらに1948年には、 木9.1127による3両編成の上本町き急行電車がブレーキの故障によって生駒トンネル内の下り勾配で暴走停止手段を失った同列車が河内花園駅で先行列車に追突先の木9が大破して多数の死者を出すという大惨事を引き起こしたこれは戦中戦後の整備不良によってゴム製のブレーキ管直通管 SAP 管が老朽破断し空気漏れを起こしたのが直接的な原因であるが戦中に物資不足から近鉄のみならず各社で非常便付き直通ブレーキの非常便機能を封じるという危険な改造。ブレーキ管の破断があっても SME は正常な状態であれば非常ブレーキが作動するが行われていたのが暴走、衝突という最悪の事態を引き起こしたと言えるものであった。 これを機に、近鉄は、在来小型車の多くが装備していた SME を、極力廃止し、より安全性の高い営動差別を使用する、AMA 自動空気ブレーキへの移行を進めることになった。デボ1.19型は、老朽化の進行もあって、以後は、平坦な支払線運用や、シギーコ電鉄、ヤマ鉄道への貸し出しなどでの運用が主となった。それでも25両もの多数が、 1964年の全車廃車まで40年以上、初期車では50年にわたり残存したのは、大手施設の木造電車としては異例の長寿であった。この間、1950年には、形式称号整理によって、自己廃車による欠番を埋め、デボ1.19型を1形式に統合することでも、200系201から225と、改版された。 1964年の廃車後、最も原型を保っていた旧デボ14号、も212が、近鉄玉川工場にて、ポール終電時代の原型に、修復の上で、デボ1号として、近鉄はやめ池遊園地にて保存されていた。しかし2004年6月6日に、同遊園地が閉園したため、同社は2005年6月3日に、ご移動研修車庫へ陸送され、 現在は同車庫で保管されている。この際に前面向かって、右端の窓の行き先表示幕が復元され、台車と床下機器が開発色から黒色に塗り直されている。なお現在近鉄で運用されている5800、軽電車の一編成は2014年10月より、奈良1100周年記念事業として、デボ1型をイメージしたラッピング電車、アートライナーとして運用されている。 また、生駒山頂上付近の近鉄奈良線の新イ駒トンネルの上あたりのとある広場にデボ1型が放置されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。